楽天、松井裕樹、来季メジャー挑戦か。楽天、松井裕樹投手が今オフにも米大リーグに挑戦する可能性があることが12日分かった。通算197セーブを誇るチームの絶対的守護神は早ければ今季中に海外 FA 権を取得する。取材に対し松井は、まずはチームでしっかり結果を残すことだけを考えています。僕はまだ優勝を経験していないので優勝したいと、楽天の抑えとして今季に全力を注ぐことを約束した上で、今後メジャーに行きたい気持ちが出てくれば行きたいと明言した。これは争奪戦やね。来たマジか、血なわし。そらそうよ、松井いなくなったら楽天終わりやん。みんなメジャー行くやん、騙されてアホみたいな契約してるからや。何の活躍もしてない藤浪ですら4億やしな、吉田の120億とか見てもしない方がバカみたいになってきた。次のオフで山本コーナー、噂は松井がメジャーに行くかもしれない。パリーグ佐々木や平も数年後にはメジャー行きだろうし、逆に誰が残るの状態。これもう完全にメジャーの参加やん。 NPB ふーん、で速攻帰国するってわけね。せやで、4年後には誕生してるだろうな、ソフトバンクホークス松井裕樹が。ポスはともかく、海外 FA 権使っての移籍後なんていつどこに戻ってこようが関係ないやろ。国内 FA だけは勘弁して、メジャーなら諦めて応援できる。権利があるならええよ、よく我慢したわね。楽天から松井消えたら抑えどうなるんや。守護神損爆誕やろな。いや、正直現状だといないわ。西口も空も先発に後々行く予定だし、もし松井が今季限りとなったらどっちかだとは思う。現状だとね。それか宮森か。楽天終了のお知らせ。島内、ご視聴ありがとうございました。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。